はい、おはようございます。今日もね、年末の仕入れ、本当まあギリギリの状態と、あ、いろんなものがね、ないのと、主計が続いているのとで、大変なんですが、今日はアワビをね、今年最後で、まあ、大体、諦めてたんだけども、国産の天然が入りました。それが国産の養殖も入りました。で、これがエゾなんですけども、どこがどう違うか、ちょうど、ま、ちょうど生きてる状態があるんでね、これを お見せできるんですけどね、こういう感じ、すごく、5センチ以上ある場合と、まあ、いろいろあるんですけど、これ一応ギリギリセーフ。漁していい大きさの、これ黒アワビになるんですよ。江戸となってこれ黒です。で、ここの、ちょっと待って、この、ここ今、2の準備してんだけど、ちょっと吹いちゃったから、一回切っとこう。順番に入れていくんですよね、これね。こういう感じ。ここにね、こう、これたくさん入れるから、本当はこの木、本当にギュッと締めちゃうんですよ。これちょっとテクニックなんだけど、ここ、グリーンでしょ。これね、餌、昆布食べさせてるんですよ。昆布の粉末、北海道は。で、その昆布の粉末を食べさせてるので、どう言ったらいいんだろう。こう、グリーンなんですよ。ここの。これが、北海道養殖のエゾアワビとなります。で、ここに空っぽなって、で、ここに、これは国産の黒で、こっちはこういう色。つまり自然のものを食べてるんで、甲羅がグリーンにならない。まあ、見分け方はこうです。で、当然これね、5センチ以上なきゃいけないんで、5センチ以上と、あるよと取っちゃダメなんで、すべて合格してる既製品ですね。これをね、刺身で、半分ぐらいはとりあえず、今週の刺身の盛り合わせ用に、弾いて、あとは甘辛く煮て、煮るか。今のは酒蒸しかけたんだけど、生きてギュッとした後にふわっとさせると、もうほんと身が柔らかくなるんですよ。それが養殖の、面白さ。天然のものを天然として、究極に美味しさを引き出し、養殖は養殖でその養殖の味を、甘やらかさ、甘さっていうところを引き出すと。まあそういう感じですね。とりあえず今からこの黒アワビを処理していきたいと思います。これ本当にいいですね。以上です。